最近使用しているこのストラトの話をしたいんですが、実はですね、この木材に危機的状況が迫っているということで、今日はお話ししていきたいと思います。はい、こんにちは、バートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、書き込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。概要欄からぜひ詳しくご覧ください。はい、というわけで最近よく使っているこのストラトの話をしていきたいと思います。はい、これ以前もですね紹介しましたプロビジョンさんっていうところのねメーカーのストラトです。中古で購入してまいりました。めちゃくちゃ音が良くてね、気に入りました。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい音すぎてびっくりしたんですが、それでですねゲットしてきました。なんか特に何かすごいことがあるわけでも何もないんです。何かこうすごいエフェクターが仕込まれているとかでも何でもないんですけど、めちゃくちゃねなんかね、パーンって弾け飛ぶような音がして、すごいな、みたいな。なんかこう、ブワーって、もうギターからこう、星がブワーって弾け出るみたいな、僕はそんな印象があって、すごいな、このギターと思って、最近気に入って使っております。で、僕初めてなんですけど、これはですね、アッシュ材ですね。こんな風に、綺麗な木目が出るのが特徴かなと思います。はい、それではですね、このストラトの音色を聞いてください。クリーンクランチドライブいろいろやってみたいと思いますが、このね、軽量アッシュの音色が皆さんに届いたらいいなと思います。それでは、行ってみたいと思います。こんな感じなんですけど、いかがでしょうかね。非常にまとまっていて、濃密さも十分、軽やかさも十分という感じでですね、いいバランスだなと思います。アッシュね、非常に惚れ込みましたね。初めて使うんですよ、僕。今までアルダーばっかりだったような気がしますね。テレキャスターぐらいかな、本当にアッシュは。さあ、ここからが本題です。日本経済新聞に、よりますとですね、実は、日本でも、雨がすごい、要は台風とかでですね、雨がものすごいじゃないですか。もう水害だらけですよね、正直言って。数年前から。同じようにですね、アッシュが今水害でやられてるらしいんですよ。で、ギター業界に、ちょっと危機的状況みたいなことで記事が上がりました。というわけでですね、ただでさえね、木材って枯渇していると言われていて、高騰がもうすごいんです。今年ね、実はね、木材めちゃくちゃ高騰しちゃったんですよ。それでギターの値段も高騰するという話なんですけども、さらにですよ、さらにこのアッシュがですね、危機的状況ということで、今後、使われなくなるかもしれないなというところでですね、今後のことはわかりませんけど、アッシュを使ったギター、ぜひですね、今のうちにゲットするっていうのも、一つありなんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、そのネタ自体はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。もともとアッシュのギターが好きで、ね、いつかはゲットしたかったと思う人は、今のうちにゲットしとくのが得策なんじゃないかなと思います。というわけでですね、今日はこのギターを通してですね、ちょっとアッシュの危機的状況を皆さんにお知らせしました。はい、というわけでですね、皆さんの参考になりましたらチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。
ございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。